はい、こんばんは、タカです。昨日はもうかなり大きく動いた一日でした。流れとしてはもう円高ですね。円にかなり強い買いが入りました。まあ、ドルも強かったですけどね、このドルや円がすごく強い状況が昨日あったんですけども、今日の相場なんですけども、この2通貨、少し弱いんですよね。ということで、まあ今日はリバウンド相場ですね。となるともう戦略は2つですね。このリバに乗っていくのか、戻りを叩くのか。まあ、このあたりね、7になってしまうと、まあ、すごくこの値動きに振らされてしまうと思いますんで、どっちが正解というわけではないですからね、見るべきポイントをしっかり見ていけば、どっちもちゃんとチャンスはあると思います。まあ、週末ですからポジション調整なんかもあったりもするんでしょうけどね、このリバウンド相場をまあどのように見ていくのかというところが、まあ、今日のポイントになってきそうです。では今日の動き振り返ってみたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。まずは大きな環境ですけども、レンジからしっかりブレイクしている強い上昇トレンドを見ています。まあ、特に昨日ですね、しっかり上の方に抜けてきてますんで、これは強いトレンドを見たいなと。高値更新なんかも継続して見ていきたかったところなんですけども、今日はこの高値更新がないんですよね。抜けた直後に流れが止まってしまってます。まあ、ロング勢にとっては少し嫌な環境ですけども、まだこれ冷やしも確定してないですからね、押し目買いが入って高値も抜けてくるかもしれません。ただ今のこの事実を見ていくんであれば、高値抜けてなくて、調整の売りが入ってるわけですからね、まあ、これをショート、ドルショートで見ていくというのも、まあ、考えの一つでは全然あると思います。これをショートで見ていくのか、それともこれを押しと考えても押し目探しをしていくのか、これは意見が分かれてきそうですね。ということはこの2つの勢力のぶつかり合い、攻防というのはどこかに出てくると思いますから、まずはこの攻防を探すのがすごく大事になってくるんじゃないですかね。僕はやっぱり今のこの環境の事実をしっかり追っていきたいですから、まあ、今の事実を見ていけばもう抜けてますんでね、強いドルは見ていきたいなと。ならば押し目買い、これをまずはメインシナリオとして考えてはいきたいと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。やっぱり目立つのが昨日のこの円買いですね。まあ、本当に強かったですけども、まあ、さすがに少し買われすぎですかね。今日は調整の動きになっています。ただまあ今日に関してはこれは意見分かれてきそうですね。少し行き過ぎた環境でこの円売りを少し見ていくのか、それともまあ円はすごく強いわけですから押し目買いをしたいと、そう考えていくのか。僕はやっぱり昨日のこの円はすごく強かったですから、まあ、ドルも同じなんですけどもね、基本的にはこの円の強さは少し見ていこうかと思っているんですけども、ただまあ一方的な流れになるとは思えないですね。やっぱりさっきも言いましたけども、売り勢力も買い勢力も両方見えている相場になっていると思いますから、どちらかというと攻防がすごく出やすいチャートにはなってくるかと思うんですよね。もうこの夕方の段階で少しこの調整の動きは見えてるわけですから、売り買いの攻防というのをまずはしっかり見ていけばいいんじゃないかなと。まあ、そうするとロングを見ていく人はもうロングを見ていくポイントは見えてきますし、戻り売りショートを見ていく人はショートを見るべきポイントというのが見えてくると思います。その流れに合致すればエントリーすればいいわけで、そして想定外の動きになってくるんであればそれはもうスルーしていけばいいわけですからね、そこはもうじっくり値動きの結果を見ていけばいいんじゃないかとは思います。まあ、このあたりは具体的にはチャートの方から見ていきたいと思います。そしてここ最近強く意識している逆相関の関係ですね。今日はドル若干売りが入っていますんで、逆相関になってくるんであれば買いが入りやすいはず。今日の動きを見ていると、まあ5ドルはしっかり買いが入っていますね。この5ドルは本当にドルとの逆相関強く出れると思います。下がるにしても上がるにしてもこの通貨の強弱の差がすごくはっきり出やすいですから、波がすごく生まれやすい、トレードしていくにはいい環境だと思います。そしてまあ少し難しいと感じるのがこのユーロとポンドで、まずはこのポンドなんですけども、これ朝の動画でもね、詳しく触れたんですけども、昨日ドル強かったんですけども、ポンドの方になかなかこう売りが入ってこなかったんですね。まあ、もっと売りが入っても良さそうな環境だったのに、こう売りが入らなかった。この事実がどうしてもやっぱり引っかかってしまいます。まあ、今までこのポンドかなり売りが強く出てましたんでね、まあ、少しこの底堅い動きになってきてるのかもしれません。というところで、まあ、逆相関を見ていくには少し気をつけたい値動きになってきています。逆にまあ少し動きが出てきたのがユーロ。このユーロは逆にもうすごく動きがなかったんですけども、これがまあ昨日ですね、大きく売りが入りました。まあ、この結果サポートなんかも割れたりもしたんですけども、これもまあドルとの逆相関が出てくるかもですね。まあ、実際今日はユーロ買われてますから、ドルとの逆相関の動きはしっかり出てきています。今までドルとの逆相関というと、まあ、5ドルやポンド、ここに注目をしていたんですけども、まあ、昨日の環境、今日の環境、これを見る限りはこのポンドは少し外して、5ドルとユーロ、このあたりを見ていこうかと思います。となると、まあ、5ドルドルとか、ユーロドルとか、まあ、円で見てもいいと思いますね。5ドル円、ユーロ円。このあたりを見ていくと面白い流れは見えてくるかもですね。そして難しいのが僕はドル円だと思っていて、このドル円は今の環境には実はあまり合っていないんじゃないかなと。
まあ、円の方がかなり大きく動いてますんで、まあ、ドル円も動きはあるんですよね。値動きはあるんですけど、実は方向感という面ではあまり方向感はない。ドルも円も今日は弱いですからね。今日は弱い通貨同士のペア。ちなみに昨日はこれドルも円も強かったですから、強い通貨同士のペア。まあ、より円の方が強いですから流れは出ているんですけども、それを言うんであればもっと通貨の強弱の差が出ている通貨は他にありますんでね、そちらを見た方が流れは見やすくなってくるはずです。まあ、少しこのドル円は環境難しくなってきそうですから十分注意はしたいですね。はい、変わりましてこちらがドル円の1時間足冷やしを重ねています。昨日は強い通貨同士のペアということで、まあ、少し難しい環境ではあったんですけども、ただまあかなり円が強かったですからね、結果的にはこの小さなレンジからは下の方に抜けてきました。ただこれはもう繰り返し言ってますけどね、ドル円に関しては大きな波のサイズ感を忘れないようにしていただきたいんですよね。今のこの波の起点というのは115円です。115円からずっと上げてきた上昇トレンドがあるんですよね。この流れが一旦この131円で止まったという環境がありますんで、今はこの大きな波のサイズの調整局面を意識しています。調整ですから僕ならまずはレンジを疑うんですけども、このレンジの値幅ですよね。15円上げた値動きに対して1円や2円のレンジで進むのかどうか、僕はやっぱり進まないと思っていて、もっと大きな幅になってもいいのかなと。ですから今のこの環境だとこういったレンジは想定はしておきたいんですね。まあ、これだとまあ4円近くのレンジになってきます。15円上げた値動きに対して4円の調整、まあ、全然あり得る幅ですから、これぐらいのこの波のサイズ感を意識したいんですよね。となってくると、まあドル円をロングで見ていくというのは悪くなかったと思うんですね。まあ、ここに小さなレンジも見えてますから、レンジの下限から買っていくとかね、こういったのは悪くなかったと思うんですけども、こういった売りが入ってきた際にはレンジの下限、これだと127円あたりが見えてますんで、このあたりまでの売りは出てくるかもなと、こういったのは想定はできると思うんですよね。まあ、実際ここまで下がるかどうかは分かりませんけども、ロングをしていくんであればこの値動きに備えないといけないわけです。ただこの値幅というのが4円近いですから、結構な値幅ですよね。例えば3円4円、含み損を抱えるというのはなかなかしんどいと思います。ですからやっぱりここでロングしていくんなら、一旦割れた時にどうするかという答えは準備はしておかないといけないですね。直近ではこの小さなレンジから下の方に抜けてしまったわけですから、少しこの売りの流れは強く出てくるかも。目標127円ですかね、まあ、この辺りは押し安値になってますから、これを割れるかどうかは別問題になってきますんで、ひとまずこの127円へ向けた下落の流れ、これを見ていきたいと思います。今日は少し買い戻しが入ってますけどもね、まあ、流れとしては戻り売り見たいところですかね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。今日は調整の戻りは入っています。ただあくまでまあ戻りに過ぎないと僕は今のところ見てるんですけども、どうですかね。短期足を見ていけば下落の波が見えています。戻りの高値、波の起点がこの辺り、これ130円の50あたりですから、まだまだ現在地から見ていくと上にあります。本当はもうこの辺りをバックにショート見たいところなんですけども、やっぱり昨日売りの流れが強く出てしまいましたんでね、少しこの戻りの壁が遠い、別の壁を探していかないとショートは難しいという環境にはなっていますね。今短期的にはこのような上昇トレンドが出ているわけですよね。調整の戻りが出ているわけですけども、この流れがまあ上値が重くなってきたという形がまあ次の売りのポイントになってくるんじゃないかなと。ただ波の反転というのはそれなりに時間というのはかかります。上値が重くなってくれば今度は売り買いの攻防が出てきやすいですから、まずはこの攻防を探したいですね。短期足でもいいですから上下の壁探し、ここでまあ冒頭でお話をした戻り売りを見ていくのか、リバウンドを見ていくのかで意見が分かれるところですよね。例えばリバウンドを見ていくんだらば、この押し安値なんかを割ってほしくないわけですよね。これ割ってしまったら少しこの波の反転なんかも見えてきてしまいますんで、サポートとしてもこの辺りを見ながらロングを見ていく、もちろん割れたい一旦は停滞ですかね、そういったところを考えていくことになります。ただ相場というのはこの買い方ばかりではないんですよね。ここには大きな下落があります。下落の波も見えてますから、戻り売りを見たいと考える人もこれはたくさんいます。こういった人たちはやっぱり上値が重い状況を見えてくると売りたくはなってくると思うんですよね。まあ、こういった攻防がまあこの辺りで出てくるんじゃないかなと。現在この129円、この辺りで少し流れが止まっていますから、この切り板ですかね。切り板の攻防になってきそう。午前中につけた高値が129円の30付近。もう一度この高値しっかり抜けてくれば、これは戻り売りを見ているショートは苦しくなってしまうと思いますからね。この戻りにまあショートしていくんなら付き合いたくはないですね。まあ、この辺り今日はバックにショート見ていくことになりますかね。逆に買い方はもうこの抜ける動きを期待したいところですけども、やっぱり高値というのは攻防が出やすいです。ポジションを持ってしまうとどうしてもこの上下の動きに振らされてしまうと思いますんで、ロングをしていくんなら上で買いたくはないですね。下から拾いたい、そのサポートを探していくのが今夜の仕事になってくるんじゃないですかね。もうすぐこれ4時間足も確定します。このまま行けば下ヒゲつけてこの128円の80付近ですが、この辺り今若干サポートも見えてくるかもですね。このサポートを利用してロングを見てもいいと思いますし、ショート見ていくんだらば割ってほしいところですね。
買いが正しいとか売りが正しいとか、そういったのはあくまで結果論でしかないと思います。ロングを見ていくんならどこ割れたらダメなのか、ショートを見ていくんならばどこ割れたらダメなのか、ならばそこに引き付けてエントリーしていくのが最初の仕事になってくると思います。そのためにも攻防は見ていきたいところですけどもね、ただ強弱チャートでも触れましたけども、今のドル円というのは実は今のこの相場環境にはあまり合っていないんではないかなと。両方ともが同じ方向に動いてますからね、ただ円の方がよりブレていますから、こういった流れになっていますけども、だんだんと落ち着いてくれば動かない相場という可能性もこれは出てきますんで、そこだけ注意点ですかね。はい、変わりましてこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。このユーロドルは昨日かなりインパクトある動きになりました。レンジから下にブレイク、下落の波がはっきり見えたことになりますんで、これは売り場探しになってしまうと思います。当然この日足の安値更新、こういったのも見たかったところなんですけどね、ただ今日安値更新してない、ということで調整の戻り、リバウンド相場ということになりますね。であればもう考え方は2つ、このリバウンドをロングで見ていくのか、戻りを待ってショートを見ていくのか。僕はあまりこの大きな環境には逆らいたくないですからね、慌てずこの戻りを待ってショートはしたいなとは考えています。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。ただ昨日かなり大きな売りが入りましたからね、波の起点がだいぶ遠いんですよね。今こうやって売りの流れを見てるわけですけども、波の起点が 1.05 の8万あたり、現在これ 1.04 ですからね、100ポイント上になりますんで、こんなところバックにショートを見ていくのはもう難しいですね。ということで売っていくんなら別の壁を探さないといけない。こういった壁が見つかるにはどうしても時間かかりますからね、なので慌てて売る必要はないんじゃないかと思ってはいます。なので考え方の一つとしてね、こういった壁が見えてくるまではロングを見ていくでもいいと思いますけども、ただ買っていくんなら例えばね、この安値割ってしまったらどうするかとか、そういったところはしっかり抑えておくことになります。僕は先ほども言いましたけどね、上位足の環境からもやっぱり売り場探し、ただ短期的にはこの強い流れが出ています。4時間足を見ても4本連続で陽線が出てるわけですから、今はこのリバウンドが強く出てますからね、慌ててショートをする場面ではないかなと。もう少し様子を見ながら、売り場を探していきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。普段よりはチャートの方を少し小さくしています。これも朝の動画で詳しく触れたんですけども、この辺りも真空地帯に入ってきたということで、すごく出来高、少ないゾーンなんですね。ボラがすごく出やすいゾーン、そういったところに突っ込んできてますから、少し行き過ぎた動きみたいなものは、これはもう出やすくなってしまうと思います。昨日もかなり突っ込みましたね。133円一時的に割ったりもしましたけども、現在134円、相変わらずボラは大きいですね。これはロング見るにしてもショート見るにしてもそうなんですけども、ここはもう真空地帯で値動きはすごく大きくなりやすい場所ですから、この戻りもね、想定外の強い戻りが出てくる可能性とかね、そういったのも想定はしていくことになります。ただ今の事実、これやっぱり割れてるんですよね。下の方に抜けてしまってるというこの事実がありますから、僕ならやっぱりこの売りの流れ、これ見たいなと思います。目線はショートで売り場探し。ただ今日なんですけども安値更新してないんですね。調整の戻りが入ってきています。当然この調整の戻りは相当警戒しながら売り場を探っていくことになりますね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。波の起点がこのあたり、これ137円の5060あたりですかね、かなり大きな売りの流れが出ていて、今は流れが止まっていますから調整局面ですね。調整ですから僕ならまずはレンジを疑うんですけども、ここは真空地帯ということでボラがすごく大きくなりやすい場所なので、強い戻りが入ってくるかも。ショートしていくんだらこの戻りに付き合ってしまったらダメだと思いますんで、売り場所はやっぱり慎重に判断はしたいところですね。例えばこれ5分足なんかを見ていくと、このあたりに壁が見えてると思います。これ134円あたりですかね、切り板ということにはなってますから、この134円の切り板で上がったり下がったりの動きが少し見えています。積極的に見ていくんならこういったところを壁を利用してね、一旦ショートを見ていくというのも僕は悪くはないと思うんですね。調整のレンジになってくるんであれば、レンジの高値になってくるわけですから、売りの方が入ってきてもこれは何もおかしくないですよね。それをショートで見ていく、こういったのは悪くないと思うんですけども、この環境認識から見ていけば、上の方に抜けてしまったらもう少し走ってしまうかもしれない。ならばショートをしていくんなら上の方に抜けた時にズルズルいっちゃダメですね。まだあくまでこれね、戻りが強く入ったとしても調整の戻りに過ぎない。どこかでまた売りの方も出てきそうですけども、それを考えてしまうと大きく戻した時にやられてしまいますんで、将来の値動きを想定していくんではなくて、今の事実からしっかり判断はしたいところですね。最終的には抜けたか抜けてないか、そこで判断はしていくべきだとは思います。個人的にはユーロ円に限らず黒線はもう全部売り場探しになってしまってますんでね、こういった壁探しが僕の今夜の仕事になってきそうです。はい、変わりましてこちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。
このポンドの環境が僕は個人的には昨日から少し、怪しいなと思っているんですけども、これどうなりますかね。まずはチャートの方なんですけども、これはもう下を向いてますね。完全に売りの流れ。昨日も冷やし安値更新していますから、これを見ていけばもう売りなんですけども。ただ今日は一旦流れが止まっています。今日はリバウンド相場、調整の動きになっていますから、安値更新していないというのはこれはもうよくわかる動きになります。ただ強い買いが入っているわけではない。ポンドというのはもうここ最近ドルとの逆相関を強く意識してたんですね。なのでドルの方に売りが入ってくるならポンドはもっと買われてもいいのになと。ちなみに昨日は逆ですね。ドルは買われたわけですからポンドはもっと売りは入ってもいいのになと、そんな風にも思っていたんですけども、昨日、そして今日ですかね、このドルの動きにあまり反応していない、こういった相関っていうのは、どこまでも続くわけではないですから、このように、ポンドとドルとのこの相関性というのも一旦は終わりと考えてもいいのかもですね。ただあくまでこれはもう昨日の環境、今日の環境、これだけを見て判断していますんで、もう少し時間をかけて判断をしてもいいと思います。少なくとも今日は少し警戒はしたいですかね。難しいこのポンドを見なくても、ユーロ、ゴール、このあたり見ていけばいいと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。黒線ということで、昨日のこの大きな売り、これが一つのポイントになってます。ポンド円は160円、これを割れてしまったというこの事実がすごく重いですね。この下は真空地帯、すごく値が荒れやすい場所。今日は安値更新してないですね。一旦流れを止めています。リバウンドを見ていくような環境にもなっていますけども、ただこれも事実を見ていけばサポート完全に割ってる。高値から見ればこういった売りのトレンドも見えてますから、僕なら変わらず売り場探し。問題はどこで売るかの部分ですね。このあたり真空地帯ですから、すごく値が荒れやすい場所、想定以上に戻る可能性というのも、これは頭には入れておきたいです。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足を見ていくとやっぱり下落の流れ見えてますけども、昨日売りが強かったんですね。あまりにも強いんで近くに壁がない。戻りの高値は161円、現在これ157円ですから、これ4円近く上ですか。こんなところバックにショート見ていくのはもうできないと思いますから、別の壁を探していく。そこをしていると、今日はもう流れが止まっているわけですから調整局面ですね。僕ならまずはレンジを疑います。今日のこの動き見ていると、このあたりもしかしたら壁が出てくるのかなと。これ157円の後半、70とかそのあたりですかね。見ていきたいのは下に抜けた動きを意識してますんで、僕なら戻り、下落トレンドを見たいわけですから、やっぱりどこかで売りたいなと。今回これ4時間足見てると陰線の方も入っています。少し上値が重い状況も見えてますね。一旦この157円の80、このあたりバックに見ていく場面っていうのが、今日の夜出てくるかもですね。ただこのあたりは真空地帯という話しましたけどね、もうこれ忘れないようにしたいんですね。大きな値動きになりやすい場所、短期的な強い流れが、継続して出てきて、高値は抜けてしまうかもしれません。抜けたところで戻り売りを見ていきたいという環境は変わりませんけども、どこまで戻るかが、こうなってしまうとわからないですからね。なのでショートしていくんならば、一旦これ抜けてしまったら撤退は考えた方がいいように思います。こういった環境をしっかり踏まえて、あとはもうどこでショートを見ていくか、いいかどかあればどれだけリスクを取って、この下限を目指したショート、下落の流れを見ていくかの部分になってくるんじゃないですかね。逆にリバウンド、ロングを見ていこうと思うんであれば、最初はこの安値ですね。もうこれ割れちゃダメですね。安値更新になってしまいますから、昨日の安値、今日の安値でもいいですけども、この安値を割ってしまったらこれはもうダメだと思います。このあたりをしっかり踏まえていけば、買う場所、買っちゃいけない場所、売りもそうですね、売る場所、売っちゃいけない場所というのは見えてくるんじゃないですかね。僕はやっぱり売り場探しですからね、こういった上値が重い状況が少しずつ今見えてきてますんで、ここはやっぱ注目はしたいですね。今夜のポイント、157円の後半かなと、今はそんな風に思ってます。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。5ドルは相変わらずこのドルとの逆相関の形が強く出てます。いい流れ出てますね。売りの流れが強く出てますけども、今日は安値更新していません。一旦流れを止めています。ドルが若干弱い状況で5ドルにも買い戻しが入っています。とはいえなんですよね、昨日の高値も抜けていません。まだ一旦流れを止めただけ。この動きを見て、よしリバウンドだと、波の反発だと見ていくのはまだまだ状況としては早いとは思います。むしろ一旦流れが止まったとなってくれば、今後は調整局面、結構な大きな波になってますんでね、この調整の値幅というのもそれなりのサイズは意識したいところです。となってくると気をつけたいのはこの波のサイズ感。やっぱりこれだけ弱いと売りの流れ見たいですよね。戻ればしっかり叩きたいと、売り場探しになってくると思います。例えばこの辺りで今日売りの流れが出たとして、ショートをここでしたとしますよね。ただなかなか下がらない。もう少しこの強い流れが出てきてしまってもおかしくない環境もここにあると思うんですよね。というのもここの調整の値幅ですかね。もし本当に調整になってくるんであれば、この戻りの高値はもう少しこの上になってくるかもしれない。
今のこの位置っていうのは大きな環境で見ていけばレンジの安値圏になってくるかもしれないわけで、まあ、ショートするのは全然いいと思うんですよね。ただまあその結果上値が重い状況を見ていたのに高値を抜けてきたとか、その結果短期的な上昇トレンドが少し見えてきたとかね、こういった流れになった際にこのショート引っ張っていいかどうかは冷静に考えた方がいいと思うんですよね。かなり突っ込んだショートになっているんじゃないかなと。やっぱり僕ならこれズルズルいっちゃダメなショートなんじゃないかとは考えてしまいますね。突っ込みショート、レンジの安値圏でのショートになってくる可能性、こういったのは頭に入れておきたいです。それを踏まえてまあショートができるかどうかなんじゃないですかね。高値を抜けてくればしっかり撤退をする、まあ、もしくはねこの短期的なロングを見ていくのもこれは全然ありだと思います。ここをレンジ調整のレンジ加減だと見ていくんであれば安値圏ですから、安値割ってこない限り、また買いも入ってくるかもしれません。このあたりもね、まあ、買いが正しいとか売りが正しいとかそういうわけではないんですよね。買いを見ていくなら見ていくポイントがあると思います。売りを見ていくなら見ていくポイントがあると思います。僕なら今のところやっぱりまだ売り目線ですかね。安値圏でのショートになる可能性、これを踏まえてやっぱりショートはしていくと思いますけども、ならば高値抜けた時にどうするかですね、そのあたりを考えてショートはしていくと思います。今日の日足は安値を更新していません。チャートはすごく弱いですけども、だいぶ突っ込んだ環境にもなっていますから、まあ、一旦のこのサポートというのもこれは意識はした方がいいかもですね。今日は金曜日ですから、この調整の戻り、この動きにも備えてはいきたいと思います。はい、変わりまして、こちらが5ドル円、1時間足に日足を重ねています。これも黒線ということで、大事なサポート割り込んでしまいました。これ91円あたりですかね。このあたりも完全な真空地帯ということで、すごく値動き荒れそうな場所に入ってきています。今日は安値更新してないですから、まあ、調整局面ですよね。なので、まあ、すごくボラ出やすい場所ですから、思った以上にこの戻りが強くなる可能性、まあ、ショートしていくんだらば、この動きにしっかり備える必要はありますね。まあ、こういった環境を踏まえて、まあ、ロングを見るか、ショートを見るかになってくるんじゃないですかね。まあ、僕自身はやっぱりこの売りの流れ強く見たいですからね。まずはショートは意識したいところ。今日戻りが入ってますから、ならば戻りは叩きたいと。そのようには考えますけども、ならば、まあ、こういった強い戻りに警戒ですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足を見ても売りのトレンドしかちょっと見えてこないんですけど、波の起点が91円。これ大事なサポートを割り込んだところですから、まあ、これ抜けるかどうかで随分景色変わってきそうですね。ただ現在地これ89円割り込んだ状況ですんで、まあ、この位置から見ていくとかなり遠いですから、ショートしていくんだらば別の壁を探していくことになります。まあ、今のこの環境見てるとこの89円少し上値が重いんですかね。今夜はこの辺りの攻防を見ていくことにはなりそうです。戻り売りを見ていくのか、短期的な上昇リバウンド相場の継続を見ていくのか、これは意見分かれるところですけどもね。だからこそこの辺りで値動きが止まって、まあ、調整のレンジなんかも出たりもすると思うんです。売っていくんならしっかり戻りの高値、壁を意識したいところ、買っていくんなら下のサポートですね、押し安値を意識したいところ、すごくボラは出やすい環境になっていると思いますから、チャンスはあるんじゃないですかね。これも他の黒線と同様に、僕ならまずはこの売りの流れ、赤いトレンドですかね、これがしっかり見えてますから、まずはこの流れをしっかり見ていきたいと思います。戻り売りですね、ということで、まあ、この売り場探しを今夜はしていきたいと思います。はい、ということで、まずは黒線ですかね。円の方が昨日大きく買われましたけども、今日は調整で少し売りが入っています。まあ、つまりチャートの方を見ていけば戻りが入ってるということで、昨日はもう重要なサポート割り込みましたんでね、戻りが入ってくるんなら一旦は戻り売り、僕は意識したいなと思いますけども、ただこの辺りは真空地帯にも入ってきたということで、まあ、すごくボラが出やすい場所ですから、この戻りも強く出てくる可能性は十分あると思うんですよね。売っていくんだらばこの戻りに警戒しながらショートはしていくことになりますし、それをロングで見たいと考える人もこれは出てきてもおかしくないとは思います。何度も言いますがね、どっちが正しいというわけではなくて、見るべきポイントはそれぞれにあるんじゃないですかというところですね。今日は金曜日ですから、週末のポジション調整なんかもこれは出てくるかもですから、そこも合わせて警戒はしておきたいところです。あとはこのドル絡みの通貨も面白いと思います。特にユーロドルに関しても昨日割れたところですからね、やっぱりこの売りの流れ強く意識して見ていきたいところです。見ていきたいのは安値更新なんですよね。まあ、今日は流れが止まっていますけども、これまで日足も確定してないですから、売る場所があるんだらこれも積極的に売りは見ていきたいところです。でまあその結果割れないとかね、サポートが見えたとか、そうなればこの調整なんかも見ていきたいなと。まあ、週末ですから、まあ少し難しい環境も出てきそうですけどもね、売り場探しで僕は見ていきたいと思います。今回は以上になります。今日は金曜日になりますので、いつものようにライブの方をさせてもらおうかと思います。このライブの時間なんですけども、今までかなり遅い時間からスタートしていたんですけども、この時間というのを早めた方が好評でしたんでね、この時間少し早めていきたいと思います。目処としては10時ぐらいからのスタートを考えています。終わりは1時ぐらいですかね。
まあ、中にはこの深夜のグダグダした空気感がいいという意見もいただいたりもするんですけどもね、今後は少しこの時間を早めてライブの方はしていこうかと考えています。今日も夜の10時ぐらいですかね、このあたりをめどに始めたいと思います。お時間ある方遊びに来てもらえるとすごく嬉しいです。それでは今夜も頑張っていきましょう。